風速2メートル毎秒で発電できるマイクロ風車を活用しナネンが小型風力事業に参入というニュースですね。このねシナネンという会社私も詳しくは知らなかったんですけども本当にいろんな事業をやってまして、まあ、太陽光ですとかねもうやってる再生可能エネルギーもやってる事業を行っている会社なんですけども海外用にですね活性炭を作ったりとか活性炭っていったのかな,なんかちょっと特殊な 炭、えー、を作ってたりとか、まあ、家庭用、まああの、家庭用じゃないですね、ビルとかの、ね、メンテナンス、クリーニングとかのメンテナンスをやってたりとかも、も東当初、一部上場企業になっているので、まあ、いろんなことをやっているのは間違いないんですけども、そこの会社が、まあ、あのグローバルエナジーというです、ね、風車を開発している会社なんですけども、このグローバルエナジーさんはかなり風力発電、特に小型のものですよね。 をずっと長年開発している会社で、そこがですね、小型のマイクロ風車を利用した独立電源のシステムっていうのを作り始めてですね、これ特に街路樹というか、街路樹じゃないですね、街路灯なんかでも今応用されて、えー、作られているそうです。要するに独立した街路灯ですよね。風力発電と小さな太陽光発電をこうくっつけて、えー、蓄電池なんかも併用しているので、 あの電源を必要としない状態で、えー、再生可能エネルギーだけで,ですね回路等を作っていると。まあだから非常用電源なんかにもね超電なるかなというところです。で Wi−Fi ですとかね、えー、監視カメラなんかもねこうつけてですねまあインターネットとかですねそういったものでこう飛ば通信で飛ばしてどんなような状況になっているかというのもいろいろわかりやすい。 あるいはデータなんかも、ね、いろいろ飛ばせると思うんですよね。そういったマルチなものを作っている会社です。で、そこが、まあ、シナネンさんが、そこのグローバルエンジンさんの技術力を,をいただいて、まあ、小型の風力事業ですね、に参入してきたということでしょうね。で本文読んできますね。あのヘッダから読んできます。シナネン、東京都港区がマイクロ風車事業への参入を発表。 グローバルエナジーが開発した小型のマイクロ風車を利用した独立電源システムや屋上,風力屋上用風力発電システムの開発・販売を行うということですね。シナネ東京都港区は2020年3月6日、グローバルエナジー静岡県浜松市と共同で微風でも発電可能でマイクロ風力発電事業に参入すると発表した。シナネ100%出資の新会社 シナジーレボを設立し、マイクロ風車搭載製品の開発、製造および販売、メンテナンス事業を展開すると。だ小型風力発電で、かなりその新会社を立ち上げて、大々的にです、ねえー、発展させていこうというところですようね。まあ、開発、製造および販売、メンテナンスですからもう全体、全般的なことをやっていくということですよね。 再生可能エネルギー開発関連事業を手掛けるグローバルエナジーは、新たに風平均風速約1メートル毎秒の微風で、これ相当微風ですね。もう本当、そよそよ漂っているようだ。あ、これ風かなぐらいですよね。本当、それぐらいの微風で回転し、 約2メートル毎秒の風速で、えー、発電可能なマイクロ風車の開発に成功したということですね。合成を兼ね備えた特殊な形状の軽量ブ,ロ軽量ブレード、羽を搭載する、えー、垂直型の風車で360度全方向からの風を発電に利用できるということですね。でグローバルエナジー社のです、ね、ホームページってこれちょっと見てみたんですけど、 まあ本当にいろんな羽の形をえ実験してですね、こういった風力発電、微風のね、特に小型の方の微風の風力発電に今注力していると。他にもいろいろなその風車の形のものがあったんですが、やっぱりあのこういった小型風車の問題点としてはですね、突風とかですね突発的な台風みたいなものすごい40メートルとか50メートルとかですね、 そういった強い風、風が吹いたときにどうなっちゃうのかというふうな形ですけども、まあ、皆さんのご想像通りですね、やっぱり壊れちゃうんですね。で、まあ、そういうものに対抗するために合成をどんどん上げていったりしたんですけど、結局は60メートル、70メートルとかですね、すごい、ものすごい強い風にさらされた場合に、やっぱり最終的には壊れちゃうと。であんまり合成とかをね、上げていったりすると、コストも高くなってしまいますし、 その中で軽量化っていうのも結構大事なことなんですよね。カーボン繊維とかを使ってやればもちろんいいものはできてくるんですけど結局はそれだけのトップにさらされてしまうと壊れちゃうということなんですよね。ではコスト面でそれほど、ね、高価なものを使わなくてもうーん壊れちゃう。でもいいように逆にですねあの二次災害が起きるんですね。やっぱりその合成の強いものなんかをこうくっつけていくと。 である程度の,その風が吹いた時には、ね、軽く壊れてくれるあの二次災害をなるべく引き起こしにくい材質というか形状という形をです、ね、求めて、まあ、もちろん壊れにくいものを求めていくんですけどもあ,のある程度のちょっと風が、ね、吹いた時には軽く壊れてくれるというもの、修復可能な状態で壊れてくれるというものを目指してこの形に立ったそうですね。 まあ、まだまだそういった進化の途中ではあるそうなので、どうなっていくかわからないですけどもね、こういった小さなあの羽まで、微、えーまあ、風ですよね、本当風速2メートルといったら、ちょっとしたそよ,そ,そよ風ぐらいですけれども、そういったもので発電してくれるということで出来上がったと。で、太陽光もね、こう小さいパネルで1枚ですけれども、あの同時に、ね、発電してやってくれると。独立電源ですよね。 こういったものを家庭用とか、あるいは屋根、あのマンションとかの屋根に、ね、こう作って、微、え、風、ー、であり、あ小さな太陽光発電でもあの独立した電源として作ってくれるということで、まあ、非常用電源にもね、もちろん役に立つということですよね。これらの特性から30%以上の高い設備利用率が期待できるほか、風切り音は30デシベル程度、これかなり小さい音ですね、設置場所から数メートル 下の地上では人の耳ではほとんど聞こえないレベルのため市街地での設置も可能としているということですね。で、シナネンでは新会社のシナジーレボにおいてグローバルエナジーが開発した小型風車を利用しポール型完全独立電源装置やあ屋上用風力発電装置の開発販売を行う方針だということですね。まあ うーんこれね、一つの,その発電容量としてはですね、やっぱり非常に小さいので、まあ、この一つではね、家庭用としてもちょっとなかなか難しいです。やっぱり何個か設置しないと、これで独立した電源として出てこないというところはあります。それに、蓄電池を利用しているとはいえ、まあ、街灯一つをね、灯すぐらいの伝統のは、まあ、 1>, ね、1つだけではそういった働きになっちゃうんですけどこの奥にもね小さなものがこう重なっているのとかありますよねこういったもので、えー、風力の発電の容量を上げていくっていうのもそうですけど数多く設置してですね、えー、分散型にしてですね、えー、いろいろな電力を作っていくっていう方向が、まあ、こちらの会社の目指しているところとお客様に提案する部分で目指していくところなのかなというところです。 まあ、小水力発電なんかにね、ちょっと似てるかもしれませんけど、これのいいところはいろんな場所に、いろんなところで設置できる。下手してと市街地でもう設置できるっていうところがやっぱり非常に大きいですよね。で、太陽光発電なんかもですね、フィルム型のものが、ペレ、なんだっけな、ペーナンとかっていうね、あるんですけども、あのー、私もこのチャンネルでね、えー、紹介したんですけども、 あのフィルム型ので、すまあ、こういったもので、ね、別に作ってもそんな意味ないんじゃないかなって思う人もいらっしゃるかもしれないんですけど、確かにこの、一個一個ですとね、能力的には大したことないですし、じゃあコスト、もそれなりにこれかかると思うんですね。100万円いくのかな ?200 万円いくのかなまあ、どれぐらいかかるかわかんないですけども、 1> 車1台分ぐらいのね、やっぱり値段はかかりそうな気はしますね。ただ、量産効果によってその値段が少しずつ下がってくることによって、いろんな場所に設置できますし、まあ、メンテナンス面が、ね、どれぐらいの頻度でこれを見ていく、例えばこのブレードの,あの軸のところですね、軸けのところっていうのは、まあ、高性能なベアリングを使っていると思うんですけども、 やっぱり風力がずっと回っているとですね、熟受けの油が抜けてきたりとか、あるいは錆ですよね。そこら辺のメンテナンスをしなきゃいけない。特に海に近いところっていうのは錆びやすいでしょうしね。そういったところを見ていかないといけないし、メンテナンスの費用っていうのが年間でどれくらいかかっていくのかっていうところも計算しないといけないですよね。で、じゃあ、あと蓄電池もどれくらい持つのかとか。 独立した宣言として3つ4つくっつけたときにどれぐらいの発電を行ってくれるのかそれは場所にもよるかもしれませんね風力が常にこう吹いてくれるところであると、まあ、火力発電とかとあまり変わらないぐらいのね電力を発電してくれるかもしれませんしそこら辺はいろいろだと思うんですけども、まあ、そういった形でですね、まあ、独立した電源じゃなくてもですね発電所っていうのがどん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 できてくれるっていうのはやっぱり結構ありがたいことかもしれないです。 でまあ、その分をメンテナンスする人たちの、ねえー、雇用というのもあの生まれてきますし、まあ、ここのシナネンの、ねえー、シナジーレボさんが全部やっちゃうかもしれないですけども、でもこういった独立した電源ができることによって、あのー、安全面とかです、ね、エネルギーセキュリティ面ではかなり豊富にできてくると。 あとは、まあ、その設置コストと、あとメンテナンスコストがどれぐらいかかってくるかっていうのも、まあ、今後ね、設置した後でいろいろ分かってくることかもしれません。場合によってはね、本当に1年に1回の簡単なメンテナンスでずっと回り続けるっていうふうな、耐、ま、久、あ、性の高いそういう小型風力発電っていうのもできるかもしれませんしね。今後はそういったところにもいろいろ様子を見ながらこうやっていくと。 特にね、家庭用としてはね、すごくいいかなっていう部分もあるんですよね。家庭用で簡単に自分でもメンテナンスできるっていうことであれば、本当に面白い部分も出てくると思います。はい。まあ、こういう小型風力発電っていうのはですね、まあ、これからもちょっといろいろ注目していくところではあるんですけども、あの、分散したね、独立した電源を作るっていう意味では、非常に優れたものかなと思います。まあ、 やっぱり本当に最後まで、ね、コスト面とかメンテナンス面っていう部分でどれぐらいの手間がかかるのかっていうのは注目していかないといけないですけどもねはいでもまあ事業としてね会社がこう投資していくぐらいなので東証一部のね企業が、まあ、それなりに採算取れると思ってこうやってるんだと思いますねまあ日本だけじゃなくて海外にも展開すればかなりお白いものとしてできるんじゃないかなと思います 海外の方はね、この独立した電源っていうのを欲しがっているところって結構いっぱいあると思いますね。コスト面とそういったものがこう折り合うんであれば、かなり面白いんじゃないかなと思います。はい。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。